3戦目ステージ YD 終点か。次はタミスマステージ。後ろ投げやめてよ。ぶっ放していく。そしてやはりこの慎重な立ち上がりから急なぶっ放しはなかなか対応が難しいと。さあ 92% リーザースベレト 43% はこもりきり空。リードはこもりきり空に見えますが、さあ 92%。 静かな立ち上がり固める2段ジャンプ灼熱で着地狩りの展開。ステップ四隅判定強い。しゃがんでいる、まあ、しゃがみをすることで灼熱に当たらないんでいい対策ですね。ステップ四隅下強差し返す空下横強展開継続空中前ジャンプがない完璧だ。肘大外ガードしてニュートラルランつかみギリギリラインが足りない空下先を空へね。いやしっかりとこう差し返しの意識すごいですね。空中前置き方がうまいと言いますか、相手の空へのかわしてからさらに横 B リーチを生かしてくる。あーっと危ないぞ。頭が出る復帰はそこをね横スマッシュとか水谷選手は狙ってきますよね。復帰阻止あったー待ってましたね。さあ1ストック目1本目で見たようにこの腕をギリギリの間合いでかわしていた水谷選手、しかしそうです面々には足技もあります。下強から、上スマッシュまで確定。非常に発生の速い足技選手は持ってますが、おっとしかし武器の種類ではストックは21ラリックス選手にディフェンスさせる展開を作ると、やはり水谷選手のマスターが光る。クエネ横強で確定取って空中に当たる1段しか当たらず、しかし2段目無理やり当てにいってもう一回空へ空へ D へつながる横スマッシュを溜めている。そのままだったリセットされた状態だったので、まあ、一撃狙ってましたよねしっかりと。ラリックス選手の攻めにも勢いが出てきた。そしてステージは村と町。村と町はドンキーコングが強いステージではあります、まあ、特に崖端で掴んだ時の撃墜体がかなり下がるんですよね。普段よりも 10%20% と下がるので、ただこのリザー選手うまいダッシュアタック。ここは大丈夫。ウエビーガーキャン判断が早いぞ。あのウエビー本当優秀ですよね。うわー強気に狙う。あウエビーから危なっ空後外側的変しっかりして上強空へいいダメージが入ります。86空中後ろ逃げ置き攻撃捉えきれるか。うまい。うわダウンに落としました。ペルー選手のIQ2 大会決勝戦進出はだてではない。今日こそ2回目の優勝なるかエルー選手IQ。ただ毎度決勝戦が強敵です。いやーうまっす。移動回避横ビーでもこれ高さが出ればあーもう一回これ高さ出れば横ビーがありますよ。やはー激痛い。この決めきる能力の高さですねリチャー選手お見事。そして上 B 横 B としっかりと決めてきます。下投げ空後、まあ、いや早めの横 B 誘っています。空中前帰れんのか。ああ上 B 落としがきつい。グランドファイナルあー危ない。なんとか帰れ。いや詰めていくリチャー選手が攻めっ気が止まらない。グランドファイナルですね。ペロー選手はこの、まずはこの3先最初の3先でもし勝利を収めることができればこのまま優勝が決まります。そしてリゼアン選手は2度3先を勝利することで、前民夏祭2021の王者となることができます。いやー崖差し込んでいくのはカイナウェイストックリード1本目王手をかけている。さあ空中上から返して結構表裏どちらに飛ぶかがちょっと判断難しいですよね空中上。さあこれは空中上で返してラッシュ攻撃横スマッシュここは空振り空中上から空中前。さあちょっと谷鍋側はヒヤッとする展開、空中までは等しいエースもありました。ルキナではそのチャンスも多いでしょう。さあ空中下強気に狙ってくるところをしっかりと空中攻撃で反撃していった。さあ前ギリギリのリレーをかけた空中後ろ、空中沼ドルフィンで暴れたが、そこにもしっかりとリスクをつけていきます。空中後ろ位置がいい、空中前、空中前を上から重ねてちゃんと見ているアラドバル、空中下、これガードしたら割れてたんですかね、もしかして。空中後ろから崖上に空中下が当たる、空中上で撃墜と確定してしまいますね。さあ回避、横スマッシュ置いてる、これはガーキャンウェビー 35% アップデートの影響で確かガーキャンウェビーが速くなった。そうですね、発生速くなってます。さあ弱さあ空中下危ない DA で削って何回ってる、うわー落ちるの。さあそしてやはりパーセント勝負は勝っているの、これはかなり差が開いているように見えて、ジャンプがなかったがこれがある。空の暴れに対して横スマッシュ着地狩りうまいですね、ゴリオカ選手。横スマ危ない、あー風船と開幕末は撃墜まで、ワンストックリード梅木選手のデイジーコンボが冴えると言っていましたが、それは火力を取るだけではなく撃墜も取ってくる展開。トップは3人、おお空砲入る、回避に工夫したデイジーボンバーマン2回目にかかいで変わった撃墜、空中にある。さあ壁を張ってまずはラインを確保したい DA 通して、さあ崖を背負わせ掴みを通して下投げ空中前、さあもう一度空中後ろに入れ替えている。さあ空中前で足元すくって、今のよく反応しましたね。空中に至るダウンになって、いやこの空中に至る打ち方強すぎる、ダウンになるのはえぐい。さあジャックから空中前でしっかり、さあ復帰阻止、おっとしかしこれは行きましょうか。カラーはおなじみの黄色いベルト、このカラーのベルトめっちゃかっこいいですよね。さあ上 B から横 B、あ V のネタなんですね、それは知らんかったな。空中前、さあこれは何が当たった、下差しからあっという間の出来事、上 B からの空中白コンボですね。さあお互い慎重にいくかと思いきや、急に彼にダメージを取る。弓はしっかりカウンターをうまく使ってやり通していく。さあパーセントを稼いだリゼアス、下強からの空中を狙っていく。回避に対しては横強合わせて崖の外、うまいぞよく弓を当てて